こんちゃこんちゃ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の動画は、スタートレックの感染シリーズよ。ほうほう。どの感染について解説してくれるんだ？今回はスタートレックボイジャーシーズン4プロメテウスの明かりを求めてに登場した、USS プロメテウスをはじめとするプロメテウス級について解説していくわ。USS プロメテウス。ドクターが大活躍するエピソードに出てくる感だな。登場したエピソードは少ないながら、スタートレックの感染の中でも人気がある感染なのよね。楽しみなんだぜ。皆さん、チャンネル登録、コメントどしどし待ってるぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはじめに、プロメテウス級の概要から解説をしていくわ。プロメテウス級は2374年から就役している、惑星連邦宇宙艦隊の宇宙艦艦級の一つで、鋭い三角形型をした第一戦隊に、4機のワープナセルパイロンを備えた美しいデザインになっているよね。なんか上から見るとイカみたいな形しているのよな。確かに、一般的な連邦宇宙艦のデザインである円盤形と違ってかなり角張った外見をしているから、人それぞれ好き嫌いはあるかもしれないね。そして、このプロメテウス級なんだけど、ディファイアント級やソベリン級と同様に、防具やドミニオンとの交戦を前提として開発された、宇宙艦隊の最新鋭艦で、特にディープスペースでの運用が期待されているの。戦闘能力が高そうな艦なんだぜ。プロメテウス級は推進システムとして、インパルスドライブとワープドライブを備えていて、なんと最高速度はワープ 9.99、通常時でもワープ 9.9 で、長時間安定して航行することが可能になっているの。ギャラクシー級でワープ 9.6、イントレピッド級でワープ 9.975 だから、それと比較しても、桁違いのワープ性能になっているんだな。収納型を含めると6機のワープナセル、3つのワープコアを持たせていることで、この性能を実現しているみたい。プロメテウス級には、強敵である防具やドミニオンに対抗できるように、防御面では、再生式シールド、断熱被膜塗装アブレーティブ装甲と当時の最新技術が用いられているわ。攻撃面では、フェイザーはソベリン級と同じ大威力のタイプ12フェイザーが13機、弾道兵器として光子魚雷ランチャーが3機搭載されているわ。量子魚雷は搭載してても良さそうだけど、搭載されていないんだな。うん。英語のソースも見たけど、量子魚雷を搭載しているというソースは見当たらなかったわ。そして、プロメテウス級の最大の特徴と言ってもいいのが、この多方向攻撃モード。2374年の時点で一度も実戦使用されたことがなく、トップシークレット情報だったこの技術は、戦隊を3分割させて、第1戦隊のアルファセクション、第2戦隊のベータセクション、第3戦隊のガンマセクションが、それぞれ独立した宇宙艦として召喚隊を組んで、連携しながら敵を攻撃するという優れものなの。各セクションはそれぞれがワープナセルを装備していて、高速ワープ中の戦闘や分離合体にも対応しているわ。ディープスペースにおける戦闘では、味方がいないことが想定されるから、単艦でありながら、敵を撹乱し、包囲することができる。この多方向攻撃モードは画期的なシステムだったというわけね。なんか3つに分離して攻撃したり合体するのって、ダブルデータガンダムみたいだな。3分割された戦隊を円滑に操作するためにプロメテウス級の操作系統は、これまでの連邦宇宙艦と比較しても格段に自動化が進んでいるわ。プロメテウス級は、より小型のイントレピッド級が乗員150名を必要とするのに対し、それよりも少ない141名が定員になっているの。プロメテウスは定員が141名だけど、乗員はそれよりも少なくても運用できるということだな。4人から運用できるという仕様もあったわね。ちなみに、分割された戦隊には特に人員が必要ではなく、ブリッジからの指令で自動的に敵を追尾することもできるようになっているわ。プロメテウス級には、ボイジャーのドクター EMH マーク1の後継モデルである EMH マーク2が装備されていたわね。ドクターの外見こそ変わったけど、人を小馬鹿にしたような態度は変わってなかったな。そして、驚きなのがプロメテウス級には、ホロドクターが艦内を自由にどこでも活動できるように、全デッキの至るところにホロエミッタが備え付けられているの。他の連邦宇宙艦は全デッキにホロエミッタなんてないもんな。医療室の外から出られないし。ここからは、ボイジャー劇中に登場した USS プロメテウス NX59650 について、ざっくり劇中の出来事も含めて解説していくわね。USS プロメテウス NX59650 はベータアンタレス造船所にて造船された、プロメテウス級の一番艦で、宇宙歴号 0749.5 に進駐、試作艦扱いだから、サービスナンバーが NCC ではなく、試作艦を表す NX が割り振られているわね。そういや、DS9 の USS ディファイアントも NX がついているんだぜ。
初のディープスペースミッションでは、高度に自動化された操縦システムのテストのため、搭乗した人員は必要最低限のものしかいなかったの。それが不幸なことに、プロメテウス級の情報を掴んだロミュラン帝国の情報機関であるタルシアーによる、USS プロメテウス強奪作戦を容易にさせてしまう結果となってしまったの。プロメテウス強奪作戦の内容は劇中では描かれていないため不明ながら、ロメランは USS プロメテウスのハイジャックに成功。搭乗員全員を丸買いしてしまったわ。この乗員が少なくても運用できてしまうというのが、あだとなってしまったんだぜ。そして、USS プロメテウスはロメラン領域へ向け逃亡を図ろうとしたところ、宇宙艦隊のネビュラ級宇宙艦 USS ボンチューンの追撃を受けるものの、ロメランのハイジャック犯は多方向攻撃モードでこれをたやすく無力化させてしまったわ。多方向攻撃モードの威力を思い知らされたんだぜ。これと同時期に、デルタ宇宙域に飛ばされて6万光年の彼方から地球へ向け帰還途中の USS ボイジャーは、ヒロージェンの中継ステーションを無断利用し、アルファ宇宙域境界線近くを航行していた USS プロメテウスを発見することができたの。ここ3年4ヶ月もの間、宇宙艦隊と連絡を取れていなかったジェインウェイ艦長は、もちろん、USS プロメテウスに向け呼びかけるものの、応答はなかったわ。その時には、ロミュランにハイジャックされてしまっているからな。そうとは知らないボイジャーだったけど、このチャンスを逃すわけにはいかないと、ドクターオヒロージェンの中継ステーションを介して、USS プロメテウスにデータ転送されることになったの。無事に USS プロメテウスに転送されたドクターだったけど、ロミュラン人にハイジャックされた艦内を見て状況を把握。プロメテウスに搭載された EMH マーク2を呼び出し協力を要請したわ。出会った当初はドクターを旧型とバカにしていたけど、自分に内製行為用のサブルーチンを、ドクターが持ってると知るや否や、手のひら返しで協力的になったよな。そして、EMH マーク2と共同でプロメテウス奪還作戦を決行することになったわ。新システムを搭載した艦に悪戦苦闘するものの、作戦は無事成功したわ。無事に奪還できてよかったんだぜ。この時に、ロミュランから出撃したディデリデクス9号バードを、たまたま発動させることができた、多方向攻撃モードで撃沈することにも成功しているわ。図らずも、多方向攻撃モードの有用性を知らしめる結果になったというわけだな。そしてこの事件で、ドクターが USS プロメテウスに送られた結果、惑星連邦宇宙艦隊司令部にボイジャーがデルタ宇宙域にいることを公式に伝えることができたわ。ドクターのお手柄なんだぜ。ところで、USS プロメテウスの他にプロメテウス級の艦船は何があるんだ？一番艦の USS プロメテウスの他には、スタートレックオンラインに登場した USS ギャレットがあるわ。USS ギャレットという艦名は USS エンタープライズ C のレイチェル・ギャレット艦長に由来しているわ。新スタートレックの亡霊戦艦エンタープライズ C の回に出てきた艦長だったな。他にも、スタートレックエンタープライズで、ジョナサン・アーチャー船長が、26世紀にタイムスリップした際に目撃した、プロキオン5の戦いに参加していた船の一つは、艦名は不明ながら、プロメテウス級によく似ているものもあったわね。ええ、一応未来でもプロメテウス級は存続している可能性があるんだな。今回の解説は以上です。プロメテウス級の艦船については分かってくれたかな？よくわかったんだぜ。他にも解説してほしいものや、感想などがあったらコメントもらえると助かるんだぜ。できれば、グッドボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。長寿と繁栄を。